え須田まさきさん、はい、そしてまさき菅田の「オールナイトニッポン」をお聞きの皆さんこんばんは「オールナイトニッポン」土曜日担当のオードリー若林です、はい、月曜の夜かすみ「オールナイトニッポン」50周年おめでとうすはい<ー>ということで50周年ですけど春日さんにとっての「オールナイトニッポン」って何ですか、ねえー、何ですか私にとってのはい やっぱりまあ週1回こうやってねお送りできるということはやっぱライフワークですよねはい、はい、あれああそのために春日が生きてると言ってもたないでさっきもなんかそんなこと言いましたけどうんまあそれはね52同時いの感じですけど <laughs> なんだ聞いといてあの「ウール・ナイト・日本の一番の思い出って何ですかね <laughs> 一番の思い出まあ難しいですけどねやっぱり我々のその番組で言ったら松本アックさんが来てくれたということじゃないですかあ,あれはもう思い出になります 更新されました、だから最近ね、うんまあ、僕は、オールナイトニッポンの一番の思い出はスポーツ部のティッシュを無断で持ち出したことですけれどもああ、なるほど、今日のことですね、ちょっと B 円で、ね、の話で申し訳なかったなそうね、うちの作家の子、うん、がね、スポーツ部のこれ、下に何かついてるでしょ、ガムテープみたいな、はい、それをね、ばりばりって持っぺかして、パーソナリティが B 円なんでね、そういう気持ちでしょうん。うん 須田君は珍しくて、オードリーのモノマネが結構好きでいてくれてるみたいでね、本当ありがたいですよね。まあ、そうだね。うん。いいセンスしてますよちょっとだから、あの、プレゼントになるかわかりませんけど、やりましょうかね。う嬉しいえう一つ。菅田正を見た時の藤岡弘と。中尾明。おい、おい、おい、おい。可愛い顔してるね。 おかげさまで、<laughs> オールナイトニッポンは50周年。これからもよろしくお願いします。土曜日担当、オードリーでした。<laughs> また土曜にお会いしましょう。イえーイ。わー、嬉しい。ありがとうございます。えー、土曜日のオールナイトニッポンを担当されているオードリーの春日さんと若林さんからコメントをいただきました。いやー、感無量でございます。 いや、嬉しいですね。一度あの、番組でも、あの、そんなくだりがあって、生でも見せていただいたことがあるんですけど、まあ、あのお二人のあの、モノマネが僕は大好きで。<laughs> いや、やっぱ声だけで聞くとまたなんか、面白いっすね。<laughs> 藤岡弘さんと中尾明さんのね、あの、モノマネっていう、その二人が並んでるっていう姿だけでもちょっと面白いんですけどね。いや、本当えー、僕にとってはすごい嬉しいプレゼントでした。ありがとうございました。 えー、今日10月2日はオールナトニッポンの放送がスタートした日です。えー、今年で50周年。